お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。というわけで、今私の実家の近くにいるんですけども、はい。せっかくちょっと実家来たんで、とあるちょっと遊びをやりたいなと思いまして、はい。家に帰ってきたのが息子じゃなくて、知らないバコードドッキリー。イエーイ。まあ今から、まあ全員で行ってもいいんですけど、まあちょっと、一人ずつ行こうかなと、はい。思います。僕の家にね。ドッキリすぎるやろ。初対面感のカオスな空気を、楽しみたいなと思いまして、何も喋らずに入ります。母さんにある言葉を言わせなければならないです。お題の言葉を。ただでもそれを誘導するような無言でジェスチャーを始めてお題を引き出すか。いやじゃあサイレント、サイレントってこと。サイレントです。色物屋で言う。お母さんがいますと、うん、家の中に。なるほど。いきなり入ります。もう喋りません。いきなり変な動きを始めます。その言葉を言ってもらったら帰ってこれる。あ、わかりました。やば、面白い。ワンチャンメインでもいけるという。まあ、母さん一応そう、俺が来ることは知ってるんで、来るっていう心構えはしてると思います。これでもあれやんな、下の子から行った方がいいよね。そうね。だって俺とかもう正直10回ぐらい会ってるから。そうね。じゃあ初め、一番若いやつ、うん、から行ってもらおうかな。若いやつって僕一番若いやつ。いや、そんな形族の中で。そんな初めのお題は、はい、じゃあスーツで。あー、なるほど。スーツという単語を僕のお母さんから引き出せば帰ってこれます。はあ。マジで。スンが今、こんばんは、はじめまして。びっくりした。聞こえた。え、どういうこと。声出したらダメだよね。声を出してはいけない。ということで、私は無事お題をクリアしたということで帰っていきたいと思います。すげえ。お疲れ様です。いやー、ちょ、新聞があってよかったですね、本当に。新聞が読めないから。素材取ってきたんや。素材取ってきた。どういう感じだった。あー、初めてやねって言って。まあまあまあ、統制通りの。喋ったらあかんの。って言って行きました。じゃ、次。甘い。じゃ、母さんビーズファンなんで、ビーズっていう単語。ジェスチャーで。やめた。ビーズっていう単語を引き出せたらクリアです。なるほど。声を失う感じやめてほしいな。でもノーって言いましたもん。何か物がないとダメなのね。でもなんかあんまりなさそうな。恥ずかしい。違う。持ってきた方がいっぱいあるけど。
ってきたよ。あ、そうだ、名前が。あの、もう大丈夫です。来ました、終わりました。いやでもさっきの多分すんのやつを見て、なんか物とかあった方がいいのかな。あちょっと母さんもこの企画慣れ始めて2回目にして。なるほど、さすが。じゃあ次、電光調で次、我が行きました、はい、次、はい、クイズノック。結構むずいっすね、それ。もうちょっと思いつかんな、すぐに。さあ、入りたいと思います。ちょっとちょっとさあ、入ります。今早くなかった今の。すげえ。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。すごい。早い。待って。取れてない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 。ちょっと。あ、お前何してんだお前。取れてない。取れてない。取れてない。はい、というわけで、電池残量がね、ちょっと少ないんで。YouTuber 下手。こんなことする想定なしてなかったんでね。急に回してるからね。次ちょっと鼻を電眼キムで。もう行きますか。畳みかけていきたいと思います。はい。USJ を。あ、USJ。この前行きたい。じゃあ最後、USJ 言わせたら勝ちという。ことで、はい。行きましょうか。まずキム先にさせます。電車の中。一番気になったの言っていい？一番気になったの言っていい？一番気になったのはあの玄関。玄関みたいな。一番気になったのは玄関。これさ、めちゃめちゃ綺麗に着飾ってて、飾ってあるのさ、硫酸飾ってる。硫酸飾ってる。硫酸。なんで？全然違和感ないし。引っ越した時にもうこれどうするみたいな、もう持って帰って処分してって言われて、どうして処分していいかわからない。まあということで今回は。はい。息子が帰ってくるかと思いきや、うん、赤の他人が帰ってくるドッキリ。もうびっくりしたもん。大成功。もうなんかこんなにすぐにって言ったらもうすんくん初対面。はい、ということで、まあでも楽しんでいただけてよかった。はい、もう緊張した。
ありがとうございます。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 お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあもう今から帰ります。帰らんといてちょっと。バイバーイ。ちょっと待って。ちょっと違うやんな。